秘密基地大作戦。生まってましたよ今。大作戦。秘密基地大作戦。イエーイ。お名前を。上野龍香です。白井俊作です。よろしくお願いします。初じゃないですか。初ですね。なんかやばい、こうしてね。はい。あんまり話す機会もあんまりないですもんね。さっき敬語やめるって言ったのに。癖で言っちゃうの。癖で言っちゃうの。まあじゃあ早速ね。はい。早速ね。テーマね。はい。テーマ引いていきましょう。先に。先に。やーば。はい。じゃあお願いします。はいはいはい。じゃじゃ。どうでしょう。地元のいいところは。地元のいいところね。私はね、東京都民なので、大さんはあれですもんね。そうか、東京出身でしたっけ。そうです、神奈川生まれの東京育ちなんですね。東京、そう、そうだ。あ、じゃあ逆に、はい、東京、その首都圏に生まれた良さをちょっと僕は聞きたい、はい、え、でも東京っていうよりかは、私神奈川の方が長かったので、はいはい、神奈川の方が、なんかいいところっていうかは言えますね。でも神奈川言うても、そのなんかこう神奈川言うても東京よりの神奈川でしょ。あ、いや、あの海老名とか茅ヶ崎とか、あ、そっちの方が。そうです、そうです、そうです。じゃちょっと山の方になるの。そうです、うん、なのであのやっぱ空気がすごく澄んでて、うんうんうん、いいです。神奈川をね、ちょっと行けばもう山だもんね、はい、温泉とかもね、普通にあるしね、うん、いいですよね。白井さんは俺はね、やっぱその魚とかやっぱ食い物がうまいんですよね、九州って。九州全部が食い物がうまいんで、まあ、そこがいいなと思うんですよね。あ、なるほど。え、でも暑いですよね、九州。うん、暑い。でもね、下手すりゃね、東京の方がね、暑かって住んでるね。そうそう、湿度が高いのよ、こっちは。そうなんだ、なるほど。そうなんですね。あとなんか臭いし、あ、ごめんなさい、臭い、そのなんか排気ガスとかね。おい、東京民言われてるぞ。そうそう、なんかね、やっぱ照り返しがやばいんだよね。ああ、え、地面からのですか。そうそうそう、やっぱだいぶ違う。え、匂いがってことですか。匂いもそうだし、はい、う、地面から匂ってくるってことですか。そういうことでもなく、はい、なんだろうな、その、やっぱ空気の澄み方が違うみたいな。そう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 、なるほど。なんかやっぱね、こう空気自体がやっぱちょっと東京は周辺はやっぱり汚れてるから、それもあるのかな。え、じゃあ海とかも綺麗ですか、やっぱあっち。あ、まあ綺麗だと思う。俺あんまり山の方だったから、海の方はあんまり行かなかったけど。なるほど、うんうんうん。あ、こっち結構汚いですもんね、海も川も結構汚い。てか東京って海水浴場とかあるんだっけ。なんかあの三浦とかに行くと。三浦というと、待って調べてくださいね。え、でも三浦って鹿児島じゃない、神奈川の方じゃないの。神奈川、でも神奈川は神奈川かもですけど、でもあれですよね、横浜とか横須賀とかそっち方面ですけど。ああ、でも海って言ったらやっぱ多分あっちとか、あ、千葉とか。ああ、千葉の房総とかになっちゃうので、東京になるとやっぱ海はそんなないかもしれないです。港とかがやっぱね、うん、多いですもんね、うん、多いもんね。あとはなんか東京か、東京じゃない、なんかあの東京湾とかですね。東京湾とかそういうとか、あの相模港とか。ああ、なるほどね。湖とかそういう感じになっちゃうので、うん、はいはい。まあこのテーマはこんなもんでいいんじゃないでしょうか。なんか機械的な感じになっちゃう。確かに確かに、ねね、もう十分話してる、ね、話した話した。じゃあ話しました、ね、次は俺が聞きます、ね、はい、はい、どうぞ。でな、角刈りパンチパーマスキンヘッドにするならどれ。そう、これなんか面白いそうって言ってたんですよね、うん、やる前に。え、何ですか。俺はスキンヘッドだね。え、でも私もスキンヘッドです。え、理由は。え、なんか角刈りパンチパーマってなんか嫌だ。なんか嫌だって何。あまり好きじゃないです。スキンヘッドはいいね。だってなんか角刈りってなんかあれですよね、野球選手みたいな。まあ一昔前の。なんか違うんですよ、全部いかついじゃないですか。いや、スキンヘッドもいかついよ結構。いかつい
やもうだってスキンヘッドもいかついよえ、でもスキンヘッドはまだ可愛い気がある可愛い気がある、あーなるほどなるほどお坊さんくらいなるほどね。え、なんでスキンヘッドなんですか。なんか潔い感じがね、する。あ、なるほど。やっぱ男性ってやっぱ髪の毛薄くなるじゃないですか。だからなんかその、あ、薄くなる前にスキンヘッドにしてしまえみたいな感じ。うん、そうそうそう。俺はそうするかなという。ああ、なるほど。将来的に、うん。将来的に。わかんないけど。でもなんかここ二人ってテンパじゃないですか。うん、ああ、そう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 。テンパつながりなんですよ、ここ。うんうんうん。だからなんか髪の毛、まあ、パンチパーマは結構やりやすいじゃないですか。そう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 。で別にやんなくていいの。もう想像できるから。そう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 。わかりました。想像できるからやんなくていいんだよ。でもなんかスキンヘッドって想像できないじゃないですか。うん、確かに。私なんか女子だし、いや特にね、特にね、髪の毛食べなんてしないんで、ね、うん。確かに。なんかなんかやってみたいなみたいな。うん。よかった、ね。スキンヘッドしてなんか。あのいるじゃないですか、結構東京とかになんか名乗ってるここまで名乗ってますね別にでも名乗りないでしょ。ないです俺のが映っちゃったかななんか東京でスキンヘッドまでいかないんですけど髪の毛が短くて結構染めてる子とかいるじゃないですか。なんかたまに金髪とかにして、うんうん、そう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 、とかなんか緑とかピンクとか あれもなんかすごい可愛いなと思ってて、似合う人は似合いますもんね、うんうんうん、女性でもね、うんうん、なんで、まあ、やる機会があったら絶対やんないでしょそんなね、適当なこと言っちゃダメだよでもやんないですよね。やるかもしんない俺は。あ、なるほど。将来的にでもわかるでしょ、ババアになったらやるかもしれないですよ。好きな人に好きな人にだってほら、カツラかぶればいいから。あー、なるほどね、うん、まあ今はね、うん、多様なね、髪型がね、はい、もうかぶればかぶれば何でもいいから、何でもできますもんね。はいはい、こんなもんでいいんじゃないですか、はい、じゃあ、はい、え、もう弾きます、うん、はい、じゃあこれにします。じゃじゃん。子供の頃やっていたオリジナルの遊び。あー、なるほど。なんかありますか。俺多分男性と女性とでやっぱ違ってくると思うんですよ。違うと思うね、うんうん、なんかやっぱね、男の方はね、やっぱちょっと下品な感じなんだよな。例えば男の子やなみたいな俺がやってた遊びは、はい、まあ、パッと思いついたのが、うんうん、あのみんなでこう下校するじゃん、はい、で学校出る前にあの水道水を口の中に含むで、うん、みんなで含んで、うん、帰って、うん、お互い笑わせて、で笑わせて吹き出すじゃん、うんうん、うわ来たねってなって、吹き出したやつはもう一回学校に戻って、え、学校に戻るんですか。そう、もう一回学校に戻って水含んでもう一回戻ってくる。つらい。そう、それをやってました。子供の頃のオリジナル、オリジナルってなんだろう。なんだろうな、あんまりないですけど、なんかオリジナルの遊び、あ、なんか名前あるじゃないですか。で白井さんだったら修作とか、うんうん、私だったら龍華とかあるんですけど、うんうん、なんかそのその子たちちゃんとある名前を違う名前で呼んでたみたいな。うん、つまり俺が龍華だったりするちょっとよくわからん遊びだいや、オリジナルだから、うんうん、いいですよね。なん、それは何かわかんないですけど、そういうのやってました。で、それで龍華って呼ばれたら、一日過ごすじゃないですけど、なんか放課後それで遊ぶみたいな、何々ちゃんみたいな。で、なんかそれ罰ゲームとかあんの。ないですただ名前を変えて呼び合うっていう。そうです、そうです。面白いそれでも当時は面白かったんだと思うんですよ、みんな笑ってたから。あ、なるほど、分かんないですけど、でもなんか自分と違うキャラになりきれるじゃないですけど、あ、名前がやっぱ違うから、ね、新鮮な感じのね、新鮮な感じのね。あ、そうか、でも俺はやらないな多分まあ私も今思えばやらないですよ。当時はやってましたけど、小学生だと。そうです、そうです。なるほど。あとはもう本当ありきたりな泥系やったりとか。あ、やっぱりやっぱり、うん、というか、あの小学校、あ、でも神奈川の方だから
運動校庭って砂でした、はい、砂でした、うん、なんか東京の小学校とか見るとなんかこうゴムっぽいやつでこう砂じゃないから、うわこいつら砂を知らないで育つんだなって思ってでもそれってあれですか、結構なんか今だからこそじゃないですか、あんまりそう怪我させちゃいけないとか。いやでもゴムでも転んだら痛いでしょ。確かに。で俺が思ったのはこう風が吹くと砂が舞うから、なんかそれがこう近隣の人たちに迷惑があるからかなとか思ったり、勝手に思ったりしてたけど、でもなんか運動会の時とかなんか組体操とかするじゃないですか、うん、あれがなんか当たり前みたいな、砂が当たり前みたいな。そうそう、でなんかこう膝痛いみたいな、膝痛いとか、ね、今もそれはねなんか組体操やらないみたいなね、うん、あなんか小学校の時になんかわかんないですけど、なんかマラソン週間みたいなのがあって、校庭を朝走るんですよ、なんか、なんか何しっけ、あの名前忘れてた、あのすっごい古いけど、あーアクアスランプさんでしたっけのランだかなんか、あの走るとかってやつ、うんうん、をなんか流すんですよ、でみんな走るみたいな、毎週、はい、毎日全校生徒毎日走るみたいな、でもなんかその習慣があって、その習慣が終わるとなくなるみたいな感じなんですけど、やっぱ体力向上を図るなんですかね、なんか朝てか毎朝走らされてたんですよ、きつー校庭、そういうのなかったですか。いやそのマラソンはその体育の授業であったけど、うん、そんなこうみんなで走るってことはなかった。へえ、まあいろいろありますよね。ありますよね、やっぱね、年代もね違うし、そうそうそう、男女の違いもあるし、そうそうそう、ね、地元もやっぱ違うので、うん、いろんな、ね、場所によってやっぱ変わりますもんね。いますよね、うん、確かに、うん、もう一枚いってきます。いやもういいんじゃないですか。もういいですか。いいです。いやもういいでしょ、うん、面白かったですね。本当ですかなんか無理してません？もうちょいちょい敬語になったりする、なんかあれが面白い。いやいや、ね、やっぱね出ちゃうのよこれは。そう出ちゃいますよね。わかりますわかります。でもなんか白井さんとこうやって話すのがあんまないので、うん、本当に。まあ新鮮ですよ ね、うん、新鮮だったね。すごい新鮮でした。うん、今度ちょっとお酒飲みながら。そうだねそうだね。行きましょう。ぜひ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 。はいはい。ではではでは。はい。ありがとうございました、はい、楽しかったです。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。またお会いしましょう。